ばんは。冷蔵庫入れていい？入るから。なんで？パン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 。いやでも全然適当に置いてるからパンパンなだけで。移動させていい？うん、多分移動させたら全然パンパンじゃない。すいません間違えましたって。何何は？ゆうちゃんいないからゆうちゃんの方が。こんばんは。いや、主はここにいます。ゆうちゃんの像なんか明るこんばんにゃ、うん、公園見に来てって言おうとしたんだけどさ、興味ないかなと思って誘われた誘ってないよ。え、見に行くよ、全然。ほんと？じゃあ今度来て。観覧今しちゃダメって。そんなことないよ。そうなの？こんばんは。せーの、こんばんは。こっちに書いていい？さっき違うの。昨日は私ルームしてないんで2日ぶりです。今日は劇場公演でした。めっちゃ目でかい今日ね。でも可愛くないこのカラコン。そんなことない、可愛いね。もう最後の1個買わないか。今日は服部優奈さんと一緒にショールームします。も、ね、見てテロップだとずっとこれなの。なんで？でも一時期リラもなんなん。リラもこっちにした方がいいんだよな。カメラと空いた。それな。本当にお腹空いてる？うん、ということで今日は、まあ、お互い2週間前くらいにイベントを、ショールームイベントをやっていたんですけど。何この花火？おお、すごいすごい。おめでとう。そう、あのこっちがビス。ビスの団子街なんですけどね。まあまあしょうがないしょうがない。頑張ったから。別のイベントで私があの神戸コレクションっていうあのランウェイのイベントをやってたんですけど、それのお疲れ様会ということで前からやろうとしてたんですけど、うん、なかなか、はい、できておらず、うん、今のタイミングになってしまったんですけれども、ゆっくり打ち上げしましょう。やりましょうということで、皆さんもよければなんか飲み物を各自持っていただいてっていう感じですね。ゆっくりまったりね、ご飯食べながら。はい、あ、ちなみに私の家です。今日は久しぶりに来た。じゃあなんか画期的になってました。1ヶ月ぶりくらいで、うん、リアルに1ヶ月ぶりくらいに人を家に入れましたそう、でも全然前より過ごしやすくなってる、うん、なんか見かけないものがいっぱい。そうかな、うん、かなって思います。なんかでもすっきりしてる。テレビ台が届いたんでね、だいぶテレビが見やすくなったかなって、ね、いいないいなテレビ台いいな。明日ソファーが届くんで、だってもう生活できる。もう快適に生活できます。どっちが広い？リーちゃんちのも広い。断然広い。私はこのスペースだけって感じ。いや、そんなことないでしょ。あるよ。あるあるよ。
ていう感じで食べよう。はい、今日のあれ紹介しよう。分かった。今日はですね、佐藤のご飯、すいません家に炊飯器がないもんでいい、ね、佐藤のご飯と、じゃあ何作るか当ててって言って、でもやっぱ言っちゃったよね。取れたてスイートコーン、冷蔵庫から出してください。コンコン、何がいる？いると思い出して、これ買ってきたの、りーちゃん、うん、何これさ、生姜とみょうが入ってるよ。知ってるよ。知ってる、うん、嘘でしょ。ペッパーランチに生姜とみょうが入れないよ。うん、ゆうちゃんが食べる。ネギだけ、ゆうちゃんが食べる生姜とみょうが、うん、はい、ネギセットと、ちょっと気をつけてね。あ、映して大丈夫だ。もやしはいる？もやし違うやつ、これもやしはいらないと思います。国産牛、間違えました、国産じゃないです、米国産牛です。肩ロース薄切りとバターで、あとあれですね、ジュース、三ツ矢、ファンタ。そう、りーちゃんもショールームしてるよ。いや違う、ネギが、まあ、なんかバカでかいやつしか売ってなくて。食べるよネギ絶対。いや私が食べない。食べるの。バカでかいネギしか売ってなくて、持ってこれたね。でそれでこれを買ったら持って帰った。買いました。でそう、なんで本日は私の家かと言いますとないから、この鉄板がですねそう、これこの鉄板が私の家にしかないので、買わないと。鉄板も買わないといけない。こちらを使って食べます。もうね、今日は唐揚げくんしか食べてないから腹がペコペコリンチョなんです。ペコペコリンチョ。そうなんです。ブルーノ欲しい。ブルーノ、箸は、違う、うん、一番上、りーちゃんも箸いる？はい、入れます。油、いっぱい、かわいい油。どこ？違います。わかんないよ。出ないですね。応援ありがとうございます。よかったですか。そう、今日はあゆちゃんとユニット交換したんですね。一瞬ついてる。まだ、いいよ、油を敷いていいよ。牛で来なかった。お皿ね、お皿とコップね。取り皿。なにこれ、あったかい。どこで買ったのこれ。スリコ。おお、紹介してちょっと。いや、お皿買った。さあ買ったの。はい、まずはこちら3コインズで買った。リスモで買ったらいいかな。3コインズで買った。これフランフラン違う、スリコ。スリーコインズをスリコって略す人久しぶりに会ったわ。月と水鏡、よかった。嘘、ありがとうございます。うん、緊張しちゃった。でもどう歌ったらいいんだろうっていうのに。ちなみにケーキもあるんだよね。そう、ケーキもあるの。はい、戻った、はい、これも買ったの、うん、
これはどこ？クランフラン。おー、割と下。高いよね。なんかおしゃれになってるじゃん。そう、生活感はね。え、生きてる？ウザリングしてない。こっちのウザリングした方がいいかな。なあ、ウザリングするよ。じゃあ、あー、そうだ、ごま油あったの。あるよ。ないかと思った。調味料ほぼほぼあるよ。そうなの。戻った。電池、まあ、電池減っても別にいいよ。ちょっとご飯をチンします。みっちゃん氷持ってる。あるよ。こっち、こっちにある。みっちゃんはサイダー。私はシークワーサージュースです。居酒屋にこういる？いる。ファンタのブレンドにした。うなきが柱で1ミリも見えなかった。嘘。そうだよね。柱がちょっとね、あれだよね。もう油がいっ、これお肉から焼くものだよね。ね、なんか大丈夫。なんかさ、全然電子レンジの調子がハマってないんじゃない？下に。ペッパーランチ作ったことあるよね。作ったことあるよ。一回だけだ。今はペッパーランチを食べます。ではお肉を早速全部入れる。塩コショウと焼肉のタレで味付けます。油すごい。いい感じのあれですと、皆さんもね、よければなんか乾杯できるジュースとか乾杯しないとね、用意してください。野菜はないです。ネギしか。コーンもある。コーンって野菜なのかな。もともとこのペッパーランチが野菜ウニの時期よりかは肉なのね。そう、いきなりステーキのあの感じの。じゃあ乾杯しよう。次が作んないといけなかった。私はね、この三ツ矢と沖縄に売ってるシークワーサーのヒラニエイトを混ぜた特製シークワーサージュースで、シークワーサーエイト。あっ、そうでしょ。思ったより 874 日。 ゆーちゃん、もうちょっとこう入れられてくれ。やっ、やっ、やっ、あますよ。はい。こっちはファンタですね。ファンタグレープ。こっちは炭酸入りシーカーサイズです。
西リシークワーサー8ってつけて関西リシークワーサー8で行きますよ。はい、ショールーム人とお疲れ様でした。乾杯。お疲れ様でした。乾杯。頑張ったね。お疲れんこん。頑張ったよ、1週間。いや、私は別に特にあんまりなんかみっちゃんはなんかドライブしながら配信してたのが結構衝撃だった。めちゃくちゃラブやんと思って。リラは結構、自由に、本当に怒らないから。確かにね、自由に配信してたの。何もなかったもんね。あと2時間と3時間って結構なんかあの差があると思うんです。1時間の差って結構でかいから、私基本的に毎日2時間ぐらい配信してるので。確かに。別になんかなんともなかった。別に大変もない、苦もない、別になんか苦じゃなかったけど、なんて言ったらいいんだろう、どれだけ小刻みにやれるかっていうのがさあれだったからさ。それこそお仕事とかあったから、そのことってあれだったけど。美味しそうだよ。どうやったら見せられる？肉。今日このためにお腹空かせたから、お弁当も食べないで、マジ朝も食べない。ゆうちゃんはいっぱい食べるだろうなと思って、ちゃんとご飯も2つ砂糖のご飯も2つにしてもらいます。ご飯入れるの？うちがめっちゃ食べるやつになってる。大丈夫。炊飯器を買う予定はないんですけど、なんか親が炊飯器くれるらしくて。そうなんだ。使わないって。手に入れていい？すっごい洋画と生姜の匂い。めちゃめちゃだと思います。料理にしてちょっと待って、今すごい中途半端だから今ちょっと待って、なんか完成形見せます。私はちなみにチーズも買いました。うん、うちにいて。私はゆうちゃんもチーズ食べたい。うわ、りーちゃんの作る卵焼き食べたいんだけど。それも食べるかなと思って。え、マジ？やってんねん君。1ヶ月ぶりぐらいに卵買った食べてなかった。そんなオッケー、とりあえずビールとか。コーン入れる？コーン入れる。そんなに使うもんね。コーン入れないと思う。バターも入れちゃおう。もう任せる。パターン入れます。本当に今日これを楽しみに頑張った。パターンどんくらい入れたらいいかな。3つくらい？うん？任せる。任せる。とりあえず3つ。
ベリーベイ。コーン乗せる？うん。もうめっちゃコーンの匂い。ゆうちゃんの匂いする。ということはコーンかな？やめてよ、コーンちゃん。ひーちゃんの昔の衝撃発言は、海苔塩の匂いがすると私に言ったこと。待って、コーンも似てる。なんか嬉しくないんだけど。え、可愛くない？え？こんなに匂いする？どっから？どっから匂うんだろう？もう今が見せる図だよ。見せる。じゃあ携帯から見せます。すみません、写真撮って見せる。え？こんな感じ。美味しそうでしょ。こんな感じです。焼肉のタレ入れちゃうよ。はい。塩コショウもかけないとだね。私の大好きな黄金タレ。あ、こっちに使えるです。OK! ミランチが大好きな焼き鳥のタレ。黄金タレ全部混ぜちゃうよ。なんかあれ見たい方はぜひ私のルームで見てください。そう、どんな食べ物見たいか。いい感じ。美味しそう。タレもうちょいかけてもらって。いいのか。ちゃんとね、バターも入れて。バターの意味がもうすぐでつきそう。ご飯の量、でも前もさ結構食べたよね。ゆうちゃんが食べたの？いや、二人とも食べたよ、ね。食べた。そんなのペロリよきっと。バターの上に溶けてほしいけど。塩コショウもいっちゃいます、ね。うん、あ、バターまだ溶けないですね。塩コショウ、イランの好きな塩コショウです。今強くしたい。いい感じ。美味しそう。ご飯が多く見えてお肉が少なく見えますけど。確かに。いいんじゃない？バターの匂いもするよ。これ悪いからしないわ。完成。卵や卵。そうだった。そろそろ戻します。卵真ん中にパッカン混ぜてから入れる。わかんない。でも最後はパッカンしよう。ね、久しぶりにコーン食べる。コーン、あんまり自分でコーン食べようって思ったことないかも。では最後に卵をパッカンして。パターン、イエーイ。混ぜてください。混ぜます。もういいかな。多分コーンじゃない。卵は多分あれだと思います。かける人もいればかけられない人もいるよ。うちらはかけるよ。いいですね。ちょっと全然つけないけど大丈夫。食べるとかもやってるから。
感じ。うん、だいぶ。完成ではないだろうか。ほら、おこげものしてるよ。お、いい匂いがする。匂ってきた。完成。入れますか。久しぶりに家でちゃんとしたご飯を食べようと。ででん、こんな感じです。よし、よし、せーの、いただきます。完成。ちょっと私はまだ食べれそうにないな。大きい。いただきます。ゆうちゃんに食べても絶対食べれない、これ。ゆうがどうですか？うん、美味しい？バター、コーンめっちゃいい。もうちょっとタレも全然いけるかも。美味しい。食べたかった、ずっと。それさ、何食べるって聞いたらさ、何でもいいっていうのこの人。りーちゃんがさ、最近食欲ないって言うからさ、あんまりかなと。寿司？肉？ピザ？何がいい？何でもいい。何でもいいが一番困るよね。私も何でもいいって人に言うけど。ん？何でもいいって地味に困るよね。でもよじゃん、何でもいいっていうの。久しぶりに食べたね。美味しいけど、うん、タレもっといるな。ね、こんだけでも見た目茶色いのに。塩コショウももっといるかも。うまし、ですね、うまし。美味しい塩コショウ。今日お皿買ったの？前からちょいちょい買ってたけど、うん、ちゃん、なんかリラの家でやるってなって、うん、皿ないなと思って、うん、皿見に行くんだけど、いつも、うん、いや最近毎日皿見に行ってたの、うん、だけど、めんどくさくて帰っちゃうのよ、うん、あ、欲しいな、皿、あ、考えるのめんどくさい、いいやと思って、うん、もう6回くらい皿見に行ってるけど、6、7回くらい、うん、全部帰ってて、さすがに買わないといけないなと思って、うん、買いに行った、さっき。うん、そう、うん、なんだ、スリーコインズとフォアフランで買いに行って、ゆうちゃんが来る前に、うん、ありがとう、また結局4枚ずつ買ったの。え、知ってる？リラの偶数じゃないと嫌なの。このコップ、このコップが物語ってる。このコップ何個？6個。6個買ってきたよ。でさ、私偶数で揃えたい派なんですよ。偶数って2、4、6、8とかあると思うんですけど、私2は嫌なんですよ。人が来た時に2って困るから。だから4がいいんですよ。4枚。だから4枚揃える人なんですけど。4枚買ったってこと？はい、これよ、この皿4枚買って、
皿4枚買って、カレーとかでゆうちゃんも持ってるフランフランのお皿があるんだけど、あれも4枚買って、でなんか醤油とか入れる皿だけ3枚しか売ってなくて、で別の店舗で売ってるだろうと思ってとりあえず2枚だけ買ってきてって感じかな。頑張ったんだ。これもさ、前話したんだけどさ、人が来た時にさ、なんか2枚とかだったら足りないじゃん、皿が、うん、だから4枚必要かなって思って、4枚、そう、4枚あれば3人読める、4人読めるっていうことですね。そういうことです。5人は来なくて、途切れるって。はい。途切れるって。途切れる？途切れる。途切れる。でもギドリングしてるじゃん。でも元からあれだった、りーちゃんちと携帯電話相性悪かったから。誰かける？なんでだろう。同じドコモなんですけど。コップも4個ある。わかんない。服部さんが可愛くて画面から目が飛ぶ。壊したね。ごめんね。夜が離せない。ん？服部さんが可愛くて画面から目が離せない。髪抜けたの。メイクのおかげで今日。にくれてる。靴下は発足だっけ？そうなの？靴下は6足。タオルとかもそうだよね。うん、座りがち。タオルもゆうちゃんと住んでた時6個ずつ買ってきた、うん、びっくりしちゃった。え？それにもう、でも逆に今はそれに慣れたけどね。え、慣れるでしょ。だって人が来た時に困るのよ、少ないと、洗濯しなきゃいけないし。まめに洗濯するからな、あれ。しいで、おかわりした。そう、大きいバスタオル6枚にちっちゃいフェイスタオル6枚。帰りが大変だったよね、あの時の。おいしょって2人で運ぶ。いや違うよ、タオル買いに行ったのリラだよ。一緒に行ったからね。行ってないよ、2回行ったじゃん。2回行った、タオル買いに。どこの話してる？今の話？前の話？前の話。今の話。買いに行って。前はいい。あ、前ね、今ね。なんかさ、すぐ喧嘩されると思われるのが嫌なんだけど。喧嘩してないよ、ゆうちゃんと。喧嘩しないって決めたからリラ。似てないもん、普通の感じ。そうね、芋カレーすごい。喧嘩じゃないよね、ただの日常会話。うん、意見が噛み合うか噛み合わないかで。そう、
大体噛み合わない。別に喧嘩してるわけではない。私たちの喧嘩を舐めないでほしい。本気出したらやばいね、うん、2人してやばい。まずリラはもう黙り込むんだよね。何にも喋らない。無視。無理ないよね、本当にない。ゆうちゃんは永遠と喋ってる。かかるに喋る。リラは無視。すれ違い。でも耳には入ってる。人と喧嘩するの嫌いだからさ、無になりたくなるんだよね。熱い。ここが涼しいよ、めっちゃ。涼しそう。ねえ。ねえ。めっちゃ涼しいの場所です。おおおお、近いな。近いな。ちゃんがバチバチだったね。今日公園で言うの話してきた。やめんなよ、できないんだから。できるし。できるし。みんな良かった。もうザ・青春って感じ。マジ今すぎた。足遠くなったって。これが出た方がいいやん。そうですね。ピンボケがダメだよ、あれは。確かにピンボケしてたね。ピンボケって怒ったもん、そこら辺。もったいない、本当に。もうナギもいたし、小田もいたし、結構行ってくれた。でもみんな映ってた、みんな抜かれてた。うるせえ、そこかな。ありがとう、今日、そう、去年も踊ったんだよね。今も踊ったの？お見送りでね。来たよ。拍手起きたんだよ、終わった後。どういうこと？お見送りで寝まま。なんか音楽流れるじゃん、小さ。それが寝まままだったんだけど、今日は。踊ったら、みんな拍手してくれた。全然踊ってないの。あゆちゃん踊ったの？あゆちゃんもフリーリしてる最中。さあ、今日10回はそう、5、6回ぐらい聞いた、ネモハモ。あと、成功到底を10回ぐらい聞いた、今日。成功到底だよ。成功到底。ありがとう。ずっと聞いてた、この皿変えながら。嬉しい。もう、歌詞を覚えそう。覚えて。聞いただよね。今日やった。誰で？入ってるこれに。入ってないんだ。あった。到底20秒くらいしか見えない。柱出た。そう。いや難しかった。でも立ち位置多いし難しそうだよね。早い。成功到底。ひーちゃんは西の振り付けだね。本当に元気でも何もない。勝ちだよ。
何やってんの振り付け講座教えようか、分かるの、西の振り付け、ちゃんと真顔でいいね。いずっと聞いてた、本当に今日私の中で。ヒラがさ、ルモハモの一番で好きな歌詞があるんだけどさ、何だと思う？似てるね、シュシュ。ピンポーン。ソーリーが。だってあの頃はまだここにいてる、シュシュちゃっちゃってところめっちゃ好き。え、ループした気する。なんか。だから今日ポニフトスカフィラだったな、アンコール。ポニフトスカフィラだったアンコール。毎回違う。ネモハモ発売して、ネモハモの中に。ポニーテールとシュシュとスカヒラが入ってるからポニーシュとスカヒラやった。そうなんだ。めっちゃだってあの子はポニーテールのシュシュがめっちゃ好き。好きな人多いと思う。そこポニーシュとスカフィラなんだろうって今日まで思ってて、あ、なんだ、ミモハムの歌詞に入ってるからだと思って。ゆーちゃんまだいっぱい残ってるよ、うん、頑張る。でもロックダンスってコツがありそう、なんかコツめっちゃ基礎練するもん。コツに忠実にやらないと足痛めそう、うん、基礎と筋トレで1時間以上かける。ねえ、スカヒラもエモいよね。炭酸飲んだのがダメだった。明日食べるよ。めっちゃ食べました。いっぱいこれでも3杯目だよ。いや、まだ2杯目。ポン。成功到底が好きすぎる。聞きたい今。流すといいの。あ、ダメだ。ダメだよ。ダメだよ、ゆーちゃんのところパンされる。でもさ、劇場の見学見てたらさ、自分も乱入して踊りたくなる、本当に。ダメだよ。今200人くらいなんだっけ。今日から205人くらいだ。すごい久しぶりになんか人がたくさんいるのに。でもね、
ってるよね、コロナ今、だいぶ100行かなかったよ、昨日飲食店とかも探してる、そう、にぎやかだった帰り道大臣も変わりましたもんね。健康一緒違う、うん、可愛かった。絶対誰も買ったことあると思う。細見えしたね。切ってないよね、絶対。いや、どんだけ私露出したぐらいなんですかみたいな。なんか、めちゃくちゃピシピシの水着みたいだから、ちょっとびっくりしちゃってさ。いや、もう終わってから、ハトリちゃんって。ちょっと切ってないよね。切るわけないじゃないですか。スーさんね。言ってそう。第5波が収まってもすぐ第6波が来たんじゃないかって。あのさ、第6波ってやばくない？もう6波？チョコレートはもらわなかったのって。なんかゴディバ売っちゃう。豚そう、オンデマの方から。何チョコ、ね、好きやん、ゆうちゃんゴディバ。10月1日で我々が AKB 劇場公演の撮影業務を開始して13年が経ちましたっていう、ありがとうございますっていうチョコレート。ありがとうございます。これできるですね。ね、時々でいいのでカメラ目線にお願いしますって来て、ちょっとカメラ目線にしよう。すごい、もう2位になったの。うん、すごいね。チートだからしたりや。最近チートって話よくしたよね。もう一つだ。前サインでアバンジョンギフトもらえるかもしれないってなったけど、もらえてないです。そうなの、サインだったの。いや、あの C ランクの方のイベントなんだけど、 C ランクでもなんでもないから。うん、そのランクはさ、貼ってみてわかる。どういう基準？本来だったらなんかどれくらいの人なんだ、そうそう、なんだけど、だから一番高いとか SS ランク、一番下が C ランクなんだけど、リラはランクついてるルームじゃないから、うん、何にも参加できる。そう、ただ歌いたいからやってるだけ。なるほどね。そう、フリー枠はカラオケできないので。そうなんだ。これ参加しないと。そうなの、できない。あ、だからだからやってるだけ。そう、普通にカラオケがないってことなんだね。そう、今はあるけど、ね、参加してるから。そう、これやってないときは歌える。このイベントはさ、定期的にやってるの？歌うのやつ1週間に1週、うん、2週間に1週間ごと。
セースランクの一番上の人が時給1万円だって。すごい。なんかでもショールームもすごい画期的になったよね。なんで知ってるの？気になった。なんで知ってるの？でも、りーちゃんは10年生でも生きるんだって。昨日はね、それがお休みしちゃってごめんなさい。健全で寝てました。21時に寝ました。バイク、ちょっと待って。大丈夫か？うん、バイキーアートマップ、改めて2人ともイベお疲れ、イナちゃん、公演もお疲れ様、コメントはありがとうございます。ありがとう。怖っ。ありがとうございます。イベントしてるみたいだね。久しぶりになんか見た。でもさ、イベントの期間さ、ギフトが 4種類しかなくて、うん、ピンクのクマとピンクのダルマとピンクのなんかずっとピンクのしか見てなかったから。もう3杯食べたよ。まだまだ残ってるよ。食べないからね。今はお肉とかなんか食べるよね。あんまりご飯は食べないな。うん、ラーメン食べたい。マルちゃんのラーメン。今日公園を見に行ったんだけど、いつの間にか綺麗になったね。ありがとう。いつの間になったんだろうね。だって今日迎えに行った時。目でかって思った。こんなから。9時に寝て3時に起きて、そこは寝たの。5時に寝て8時に起きた。すごい生活。そこからずっと起きてる。結構食べたじゃん。痩せたかな。そう、公園来るとみんな言う、来るたびみんな言う、痩せたんじゃないかって。体重測ってないから。ひーちゃんちにしか体重計ないから、後で測ってる。食べないでこんなに出たんだけど、食べないとダメだって思った。食べなさいね。あ、おお。2位になった。チート、もうすぐやん。ウエスト薄かった、ありがとう。お腹だけは太らないから。
こっちの衣装もお腹が出る衣装だったから、いや食べたい、食べたいと思うものがなかった。パリのほうじ茶ラテあんのよ。うん、結構前なんだけど。あ、ごめん、間違えた、間違えたと思った、間違えた。食べたよね。ほうじ茶あんま好きじゃないけど、美味しいって言ってくれた。終わった後、二人で沼ハマ踊ってたのが可愛かった。可愛かったでしょ、二人で向き合ってるの。いつか二人でやる日が来るかもしれない。二人は地獄じゃない。ゆうちゃん、自分のお母さんの年齢みんなに言ったことある？お母さんの年齢あんまりわかんない。は？ちゃんと言った年齢わかんない。そうだろう、何年前かわかる。それだったらわかるじゃん。計算したことない。いや、親の年齢言ったことないっけ。若い、顔面が若い。もう最近似てきたと思う。嘘。なんか横顔すごい。ママ。わあ、今ママ。めっちゃママ。ちょっと待って、こっち向いてた。めっちゃママ。こっから撮る。もうちょっとこっち。めっちゃママ。え、そうかな。めっちゃママ。うん、この目の感じめっちゃママ。そう、似てきた。似てるらしい。あんま似てる実感ないけど、なんか似てる。最近美人だからママ。ひなさんがミッチューしてる。絶対かっこいい。ミッチューって何？ミッチューって何？ミッチューって何？ひなさん今日会ったわ。どこでミッチューしてんの？ベッド？怖い。何この枠？ね、この枠何？めっちゃ怖かった。ひなさんのメモハモ。すごい揺れる揺れる。うまかった。ひなさんのめっちゃ。ショックを受けそうなので言わなくても OK です。どういうショックが。年齢が若くて。でもりーちゃんのおばあちゃんと私のお母さんとそんな変わんないと思う。くらい若い。いやいや、変わるって。変わんないよ、マジで。そうだ、マジで。あ、じゃありーちゃんのおばあちゃんと例えたらマジでね。りーちゃんのおばあちゃんとうちのお父さんは変わんないと思う。ほぼ一緒くらい。いや、本当にないって。ないって。待って、なんないって。ある。え、何歳だ、お父さん言ってる。言ってると思う、これ。でも近いでしょ。変わんないよ、そこまで。変わんないよ。変わんないよ、でも数で数で間違えた、間違えた。変わんない。変わるよ。変わんないよ。変わるよ。そう、でも私はすごい。ハイボール好きな発展ですか。私言ったことない。ハイボール好きなんて、むしろ飲めないよ。変わんないよってね。変わんないよ。間違えた。シンプルに間違えた。変わんない。でもうちのお父さんその年齢に
見えないから若く見える。見えない。若く見えるし元気。でし。みんなラブホールです。お母さんは確かにハイボール好きかもしれない。少量麺やってる時に横で酔っ払ってさ、すごい楽しそうだった。ゆうちゃんのお母さんが少量麺出てもいいやって言ってこういうタイプなんだよね。うん、だってさ、この一部屋にいたらさ、喋らざるを覚えないじゃん。だからあんまり親のいるとか今までやってこなかったの、少量麺実家でも。でもさすがにさ、もう一部屋にいたら喋らざるを得ないじゃん。だから急に喋ってくれたけど、どの人もお母さん何してるんですかってあるから聞こうかな。喋っただけ。あんまり親と親のいる前でやりたくない。怪しい。悪いことなんですかみたいな聞いて、それでなんか友達のポストに石入れたみたいなのをバラしたの、みんなにちょっと普通に考えてやばいじゃん。こんなにいっぱいこわって入れたのやばいじゃん。それでなんかうちがお姉ちゃんに怒られて、お姉ちゃんに外出されたの、もう帰ってくんなみたいな。それも話しちゃって、お母さんとお酒飲んでるから恥ずかしいエピソード。それは出るわ。なんかもっといいエピソード、可愛いエピソードかと思ったら、ちゃんと悪いエピソード出てきた。りーちゃんはちっちゃい頃何して遊んでたの？ゲームしてた？友達ん家に行って、いや自分の家友達あげるの禁止だったから、うん、その一階上の友達の家に行って、お菓子あさって食べて、帰ってた。それもまあまあやばいね。そう、なんかお菓子めちゃくちゃ好きだったから、昔からなんかお菓子全部隠されてるみたいな、家にあるお菓子。自分の家何もあさっても火使うの禁止だったから、友達ん家行って、ねえなんかないっつって、友達の家になってで、あるからっつって毎日あさっては友達の家でお菓子食べてた。なるほどね。か、あとあれが流行ってたりなんだけど、あの靴にローラーが埋め込まれてるやつ、わかる？ローラースケートじゃなくて、そうそう、なんかローラー埋め込まれてる靴があって、それがめちゃくちゃ流行ってた、ね、最近になったら欲しいと思っちゃった。え、欲しいね、今めっちゃ欲しい。でも便利じゃん、今よくよく考えたら。歩かなくていいのよ、だって。やっていいとこもダメなとこがあるからね。いやもうね、完璧ダメだった。まずスーパーはダメだよね。スーパー、ショッピングセンター絶対ダメだった。この時めちゃくちゃ流行ってたから、もう館内放送とかでもローラーシューズ滑らないでください、ね、張り紙とかめっちゃかかってた。そう、かかとに埋まってるやつ持ってた。持ってなかった、危ないからって、うん、からあの縦一列に本当にガチのローラーグッズくれた、うん、でさ、その家に駐車場があってさ、車がまあ2台くらい並んでるの。一人でこうやって滑ってさ、ローラースケートって一人
でこれ何これなんか回ってたのこうやって本当にスケート選手になれると思ってて、でこうやって車に捕まって走って、でなんか道路もあるから道路に向かってこうやって走って、くぐすりやんそれ、それで転んで腕捻挫したんだけど、うん、自力で直した。やっぱ捻挫してるって言えなくて、なんだヒーリーズ？じゃあ違うと思う。なんだろうあれ。本当に流行ったよね。靴の中にローラー。靴の中。ローラーシューズか。ローラーシューズだね。ローラースケートは違う。え、今めっちゃ安いんだけど。ヒーリーズだって。ずっと感じるだけだよ。大人になったから。いや、あ、ヒーリーズだ。ヒーリーズって名前初めて知ったけど、ヒーリーズだと思う。いや、リラたちの時代7000円くらいだった。7、8000円くらい。今安くなってる。4500円くらいで買える。でもさ、この年でヒーリーズやってても超恥ずいよな。サイズある？あるっしょ。まだあるんだ。あと最近のちっちゃい子が前にいたんだけど、すごい靴が光ってて。ちっちゃい子？ちっちゃい子。びっくりしちゃった。ピカピカなの。おばさんって言ってたの自分？そう、自分。おばさんが履いてたと思ったよな。やば、このぐらいってね。ゴリラが履いてたヒーリーズこれだった。うん、これなんかみんな持ってた。全然違うんだけど。めっちゃ言われる。どう違う？え？会ったとき、そう、なんか LINE がマジで違いすぎて、なんかいつも最近、あ？ってなる。ん？どう違う？ LINE が冷たい。いや。LINE が濃い。メンヘラですみたいな。LINE してくるの。女ですみたいな、女の子ですみたいな、なんかメンヘラ女みたいな LINE。 最近でもメンヘラみたいなスタンプ買ったんだよね。だよね、うん、お揃いで買った。高橋さん、私がないですうん、なんか、うん、何いつからそうなった？
え、どういうこと？全然無意識なんだけど、何が違う？リーちゃん、今日は何してたの？とか、うん、すぐ送信取り消しするんだよ、この人。え、してない、してない。してた、最近もしてた。昨日も間違えた。スタンプ送ってた。だから送信取り消した。スタンプで、だって間違えてスタンプ送る人なんていないんですよ、ね、いるよ、あーってなっちゃうよ。いたら寂しいからなと思う。かまってってなっちゃう。前からこんな LINE じゃなかった。うん、そう、あんまり気にしてないけど、いつの日からか変わって思ったよ。そっか、どうしたらいい？どうしたらいい？一人の時と人に会ってる時で雰囲気で変わることはありそう。うん、かわいいでしょ。ショールームでも時々あれって思う。え？何に？メンヘラにってこと？メンヘラってあんまり良くない言葉だよね。でも、いや、逆にリラは絵文字とか何もつけないから、なんか最近つけるようにしてる。なんで？怖いかなと思って。基本冷めてるからさ、リーちゃんが。ほら、またそんなこと言う。ほら、またそんなこと言う。普通に仲いい子には別に絵文字つけないしさ、それは別に気にしてないよ。でも基本怒ってるクソなのかなと思っちゃう、 LINE だと。うん、わかんない。だからそういうことよね。リラはなんか、メンヘラな LINE だと思ってるから、怒ってると思ってるでしょ。うん、なんか、うん、当たり強いなって思う。わかんない。それが、うん、勘違いじゃないんだろうけど。そうか、なんか最近なんか結構淡々としてると思うんですよ、私の LINE。なんか、うんとか、ね、なんか、うん、だから絵文字つけようと思って絵文字つけたりして。絵文字ついてた？え、ついてない。ついてる。ついてない。どう考えてもついてないだろ。どこにつけてるの？いや、人、あ、違う、あの、人間違い。人間違いっていうか、他の人と LINE するときだ。うん。文ってむずい。でも最近リラが返すの遅いからなのか、なんか真似してなんか自分も遅く送ってくるからやめてほしいっすよ。え？違う、なんか、だから要件ないときは別にいいのよ。なんか遅くても早く聞きたいときになんか遅い。いつ？じゃあどこよ。すぐ返してんでしょ。でもほら、じゃあ鉄板にしよう。そこはもうだって6時からメイクだ。いやいや、携帯いじってるだろ、いつも。見てない。それがね、あの、フリブレ見てるんですよ、ちゃんと。歌も歌ってるんです。それをもうあやちゃんに聞いて。もうずっと今日、月と水かかる歌ってたから。あなたに会いたいよ。ずっとなってた。今日も台本も覚えなきゃいけないし、って。でも分かる。その劇場の本番前は、なんか割とせかせかしてるのは分かる。でしょ？自分もそうだったでしょ？鉄板、だからこのペッパーランチで良かったのか、違うやつが良かったのか、分かんなかったのか。うん。リラは全然じらしてない、別に。もう LINE を開かないから、あんまり。
だけどゆうちゃんは多分結構頻繁に多分人いろんな人と LINE してるから。してないよ。だからりーちゃんに報告したのにりーちゃんから LINE が来ないからさ、伝えたいのにさ、オイラインしてほしい。いや、いや、いやだって言ったじゃん。喧嘩した時にオイラインやめてって言ったからしないようにしてる。喧嘩しただけど言えないんですわ。ちょっと待って待って待って、まさかりーちゃんさ、じゃありーちゃん喧嘩してる時とさ、喧嘩してない時の言ってることがもう真逆なの。私さ、もういや、もうそれで私喧嘩したくないからオイラインもしないし、何してるのとかも聞かないようにしてるのに。じゃあなんかさ、マジメールなのなんか言ってくることが今何してるのみたいな、いや、なんかピエン系女子みたいな感じじゃ、うん、やめてほしいそれ。え、じゃあどうしたらいい？聞かない方がいいと思う。なんかもっとドライな感じで聞かほしい。何してるの？今何してるの？別にそんな文面でさ、ドライとかメンヘラとかないと思うんだけど。基本うち伸ばすふにゃふにゃ棒好きだからさ、わかる？はい、とかこれよ。これ嫌味でしょ。これ、うん、嫌味じゃないよ。これ嫌味でしょ。羨ましいと思ったよ。返すことなかったから仕掛けて返した。時間空きすぎだよ。 2,3,4,5,6,7,8,9,10。1年前だって10時間、15時間後に LINE 返してきてくる。いや、なんか嫌味っぽいことを送ってきたから。嫌味っぽくないよ、褒めてるんだよこれ。どこが褒めてるの？これの褒めてるよ。いつもゆうちゃんとは食べないよねって、うん、食べたいとも思わないでしょ。魅力感じたことないってか、まずこれ何、これ何って感じです。だからおしゃれだねって言ったの。私はこんなの触れないからってこと。そう、これは冷たい。ロックされてるじゃん。え、でもなんで送ってきたか分からなかった。だって開いてるもん、見てほら。開いじゃん。無理やり開けてるからでしょ。え、でも怖くない？ロックされてるもん。ロックされてるのかなって。お皿買ったの紹介します。まずはフランフランで買いました。カレーとかパスタとか私が作るのかをさておき、この緑のお皿を買いました。ゆうちゃんと多分すごい楽しそう。カレーとかパスタとか、緑とあと私あと 2枚押さえないと気が済まないんで、もう2枚は色っちのグレー、ブルーグレーを買いました。いいですね。ほらこれで4枚。あ、1になっちゃった。これを買いました。これに入れてください。入れるかな。いいわ、笑うの一枚だけあると。換気扇来ていい？はい、換気扇来ていい？うん、修理して、修理して。ゆうなちゃん興味なさそうな表情。興味あるよ。でもりーちゃんはやっぱいっぱい買う、こだわりあるのは羨ましいって思ってるよ。どうやって出すの？いや、もうこの自分のこ、うん、押すだけだよ。どういうこと？うん、逆に洗ってくれるの？え、一個だけでいいの？一個だけでいい。自分で洗います。
ケーキ用のお皿も買ったんですよ、今日。ケーキ用のお皿。え、今日の皿？うん、4枚買った。1枚800円した。兄ちゃんのこだわりだよね。服物は？キッチンペーパーね。キッチンペーパー、キッチンペーパー右下。もうね、インテリアとかにはお金かけないんで、こういうところでね。まだかけてるよ。インテリアね。家具とか家電とかはかけるけど、なんか装飾品とかなんか飾り付けみたいな、なんか。ゆうちゃんみたいな。受付してないよ、ゆうちゃん。してる飾り付け。なんかゆうちゃんもなんかインテリアがいっぱいあるイメージがあるんで。ないよ。なんか多くなってるだけだよ、ね、なんかお花とか。だからお母さんだってな。あと葉っぱとか。母さんだって。全部母さんなんだよ。母さんが買ってきてくれたの。植物あるといいでしょ。あのファーとかモフモフの。いや、あれはベッドの横に置こうと思ってる。必要なくなっちゃったからただテレビ台にしてる。え、買いなよってばテーブル。教えたでしょリラが。買いたいよ。困ってるよ。なんで？ん？何が？嘘だ。マジマジ。言えるガチ。リラ、リラ返さないといけない。嘘？そんな？え？千？万？千円？違う。え、そんな？なんで？掃除代と、うん、ワンピース、ジャケット。なんで2円？で、多分これこんくらいだと思う。はい。せーの。ごちそうさまだです。ケーキ食べてます。一回ごちそうさまですよ。せーの、ごちそうさまでした。さ、ラップは二段目。三段目。三段目。ラップも使ってなさそう。あんまり。使ってるよ。使ってる。あんまり何もしてないと思わせちゃう。どうしてどうして調子してるからそうですね。いや、リラって何食べて生きてるんだろう、いつも。でもあんま食べないじゃん最近思う。でもお菓子が多いんじゃない。食べてない最近。ケーキ食べる。ほら、停止関白みたいとか言われ始めてた。停止関白って何？あれやれこれやれって言われてた。別にいや別にあれやれこれやれなんて言ってない。私が逆に行動しちゃうタイプだからです。これは？今食べないの？動きます。では、今日買ったケーキは何ケーキでしょうか。じゃあ何ケーキだと思う。なんか本当はちっちゃいのにしようと思ったら、チーズケーキはないからチョコケーキ。うん、なんか本当はね、ちっちゃいの2個ずつ買ってくると思ったの、うん、兄ちゃんがあんま食欲ないって言うから、うん、でも、まあ、せっかくのお祝いだし頑張ったから2人とも。ということで、ホールケーキをなんとも買ってきちゃいました。イエーイ。やったーマンだね。さあ、いや多分リー、うん、ちゃんも好きだと思うけど、今洗い物してる？うん、洗い物。あ、汚れだけど。うん、じゃあリーちゃんが来たらポッカンするね。ね、食い切れるか食い切れないかは別として、ちょっと結構なります。
ん、何個、何個だろう、見てないな。すごい、なんかいい匂いする、いちごのいい匂い。おー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 おお。目つぶりますか？いや、大丈夫です。ではお疲れ様会だからね、たまには贅沢させてよね。開けましょうか。何、怖っ。来ます。はい、来ます。何、めっちゃ隠すんだけど。来ます。じゃじゃーん。え、すごい、タルトや。めっちゃ高そう。美味しそうなんですけど。これ取った方がいいよね。そう、プレートはつけなかったらしいっていう話してたよね。つければよかったねっていう。すごい奮発したね。うん、だってお祝いでしょ。そうだよ、お疲れ様会で。スマホ上から写して了解。じゃじゃん。じゃじゃん。フルーツタルトにしました。じゃじゃん。じゃじゃん。こんな感じでございます。いっぱい。ね、フルーツ。盛りだくさん。盛り盛り盛りだくさんです。チョコとかもあったけど、ケーキってさっぱりした方がいいかなと思う。美味しそうだよ。写真撮っとこう。ね、ゴージャス。リラメイクしてる？すみません。リラの髪終わってんだけど。加工ゴリゴリやな。でもね、メンバーみんなね、ユーナのアプリで盛れるからユーナのアプリで撮って最近言ってくれるのさ。顔が違うんですけど、あるし、元気あるし、ないし。包丁と本日のために購入したお皿の出番ですね。おお、何ですか？おお、高そう。めちゃ高そうなお皿きた。いいな、これフランフラン。いいな。800円です。ゆーちゃんにもちょうだい。いやです。おしゃれ。ちょっと濡れてる。フルーツの歌ナイトだね。あるぞ。ケーキとか久しぶりじゃない？そうね。どうやって切ろうか。上の半分に切ったら。むずいな、これ切るの。ね。ギクってきそう。切れのいい。すごい。包丁だけ。みーちゃんがケーキのことを考えて皿を買う日が来ると。え、何、ちょっと感動してる？うん。感動はしてないか。感動してないけど。ああ、ダメだ。ごめん、いや、切るの向いてないわ。切れたのこれ。切れたのこれ。とりあえず半分半分にしていい？やばい、落ちる。あ、やばい。うまっ。うまっ。うんうんうん。っていうかさ、今までケーキ切ったことなくね？あ、全部つっついてなかった。うん。どうやって切るのこれ。とりあえず半分半分にしたけど、大きい？大きくないっしょ。切ったよね、ここ。もう一回。うん、もう分かんないんだけど。切れてんのかな、これ。ね、そこだよね、まず分かんないよね。盛りだくさんすぎて。今回はぶどうが旬か。無理な食べ
ちゃった。ほらの食べながら。とりあえず切るだと思うけど。行ってみよう。ケーキちっちゃなの。ちっちゃすぎない、なんかちょっとちっちゃさがそのおしゃれさ出すね、高級感出すね。待って、めっちゃおしゃれ。小さすぎて、あの皿の感じとケーキの小ささがなんかおしゃれ。ケーキってちっちゃいとおしゃれに見えるんだね。ね、なんかボロボロなんだけど。みーちゃんの方ちょっとおしゃれになった。ここにクッキーが埋まってる。いや、なんか皿がなんかいい味出してる。この皿とケーキが小さそうね。おばあちゃんとかにありそうな皿だね。いや、ないでしょ。いや、あるよあるよ。とりあえず食べる、うん、一切れずつ。いや、ちゃんのボロボロ。食べれればいいから。せーの、いただきます。タルト大好き。ごめんね、タルトにしちゃったけど、よかった。タルト好きだよ。いただきマンボウ。もうもう、うん、おいしい。パイナップル入ってる。パイナップル好きだよね。何のフルーツいっぱいよ。いちご、ぶどう、キウイ、なんだろう、桃、うん、パイン、白桃とラズベリー、みかん、いっぱいある。みかんもある。あれ、みかんじゃなかった、桃かな。ケーキって本当にめったに食べないよね、うん、やっぱでもコンビニで買うのと違うね。いや、そりゃ美味しい。頑張った後は死にますね。ぶっちゃけ高かったら分かんない。ケーキってどのくらいの相場なのか分かってない。まあ、ピンキリだよね、ケーキって。うん、気になってないってことは高くなかったんじゃない。安いところは安いけど、高いところは高いし、うん、でも上野のさ、丸井にあるさ、ケーキ屋さんで食べたいのがあるんだよね、リラ。そこタルトみたいなやつ、めっちゃめっちゃ持ってるやつ、一緒に見たじゃん。覚えてない。覚えてる。覚えてない顔で来るかと思ったから、うんって。美味しそう。そこにしようと思ったんだよ。あそこ意外と安くない。だってそう、え、こんなに乗ってる割には安いみたいな。ホールも食べれるかなと思ったんだよね。じゃペロリやね、意外と。本当、今はちょっとあれだけど、また後で食べようかなって思う。ニトリの上じゃなくて丸い入ってす1階じゃない、するぐらい1階の。ほんと最近できたよね、うん、美味しいな、うん、なんかさ、自分でケーキ買うってなったらさ、チーズケーキしか買わないからさ。大体好きよ、タルトもモンブランとかも好きだけど、なんか結局チーズケーキ買うから、こういう時にしかタルトって食べれないから、マジでタルトの美味しさが分かる、うん、よかった。
スイパラならそれはわかるよ。スイパラ、ゆうちゃんと行ったことないよね。うん、でもスイパラの時代ってもう終わったよね。え、こちらからしたら。え、もう終わってない？行かないね。中学生くらいの時に流行ったかも、スイパラ。それこそなんか変、なんかさ、おしゃれなクロックスあったじゃん。偽物のクロックスなんだけど、なんか可愛いクロックスが岐阜で流行ったの、うん、それを履いてスイパラに行くのがみんなの流行りで、うん、そう。スイパラのポテト美味しい。スイパラ沖縄にいないから、うん、数えるくらいしか行ったことない。ジャーマンケーキって知ってる？うん、沖縄の人以外知らないよ、ジャーマンケーキ。何それ？沖縄に売ってるんだよね、ジャーマンケーキっていう白い、うん、甘い、甘くはないな、ね、甘いケーキが。チビケーキでこれが4杯が来てる。食べたい。うん、でも今日ちゃんと1食目が超えるからさ、一気に出過ぎちゃったから、また後で食べる。夜中とか入れるよね。お紅茶召し上がらないでって絶対ないでしょ。お紅茶紅茶買ってこればよかったね。業務報告、みゆちゃんの月一桃鉄 OK だって。何してくれよ。そんな、なんか業務ファンの人同士で会話してるのおもろいね、うちら。今日タオに LINE したら、うんってしか返ってこなくてよ。ライン来てたよ。早く第2回集まり会しようってことで、うん、いや、可愛いスタンプもあるの、ちゃんと。紅茶好きだよ、私は。あ、アールグレイティーなられますよ。紅茶じゃない、それ。ま、マジ？紅茶よ。ま、ま、マジ？紅茶好きです。ミルクティーが一番好き。美味しいよね、ミルクティー。紅茶あったわ。ゲーム大会メンバー増やすの。でも桃鉄ってできても4人だよね。4人まで。あと1人だな。うん、意外と桃鉄さ、好評なの、みんなから。うん。全部よかったっけ。いや、だってあれは結構。でも、兄ちゃんのさ、そういうふうにやったから。確か見てない人もいるもんね。見てない人もいるけど、見てた人も面白かったって。だって名護に飛ばされるんだ、ゼリラが。うまい。意外とさ、あれ1時間くらいだったじゃん、うん、一瞬じゃなかった、うん、一瞬じゃなかった。やばくない？興奮しちゃう。え、嘘。ねね、ミサイのさ、見た。やばい、マジで。え、水着じゃん。ね、かわいい。かわいい、歯が白い。いいよね。え、水着じゃん。そうだよ。ね、これもかわいい。なんか涙目になってる。
いてるの？最高。最高。ホスト。ホスト。最高も。ホスト。綺麗すぎる。これ見た？うん。マジで綺麗。履かないんだけど。なんか私が好きなモデルさんに似てるんですよね、ミッサー。そのモデルさんにしか見えない。エグかわいいんだけど。どこ？細っ。石垣じゃない？でも石垣って言ってたよ。最高なんだけど。これやばい。これもやばい。細っ。綺麗だな。いや、ね、女の子の、なんでもない。いいね。あれちゃん関係ないよ。ひろちゃんが自ら乗せたいって言った。最高なんだけど。私は水着 NG なんでごめんなさい。ミッサーのツイッター見てみんな。儚いミッサーが見れるよ。びっくり。今のはめちゃくちゃよかった。自分もミッサーと同じ衣装着てるはずなんだけどな。なんか骨格やら。そうやな、そうやな。びっくりしちゃった。だってミッサーがグラビアやる日が来るなんてずっと思ってなかった。いやファンの人も嬉しいだろうね。だってすごいなんか、うん、めっちゃ頑張ってたもんね。イメージあるか。超水着だった。びっくり。最高だね。ゆうちゃんも第2弾があるかもしれない、うん、だって自分の下手水着だもん。これだもん。これでなんか見てみよう。頑張りたいけどね。ゆうちゃんもね、細いのよ、なんか細いくせにね、くせに太い太いみたいな、ないものねだりね。もうゆうちゃんみたいなくびれが悪い人もいっぱいいるんだから、そんなこと言わないの。くびれないよ。いろんな人を敵に回してるけど大丈夫。細いだけだよ。くびれってこうだよ。だってこれがないの。こうちょっとあれ、これじゃない、これじゃない、これじゃないよ。こうなんかいっぱい。僕は YouTuber みたいな。チョコボも細そう。それはない。うん？食べたチョコがお腹出てる。お腹出てるけど、こうあれはあんま変わんない。とね？うん。寝たらまた戻ってる。すごい。寒い。ごめん。ごめんね。動かして。ケーキしまう？うん。一応しまって。こっち絶対寒い。どう？結構温度弱い。にょ、下っ腹が出る。下っ腹が出てるのかな。
本日付けじゃない？かなり食べた。ケーキは全く食べてない。もう3口くらいの量しか食べてない。なんと後ほどってことで。イベントのあれしよう、振り返り。振り返り？じゃあどうぞ。もうやる気ないやん、もう。あるよ。全然私からでもいいですけど。いや、そうですね。イベントは約1週間前くらいの出来事。詩人みたいな方で1週間前の出来事。出来事なんですけど出来事なんですけど、本当に応援してくださって皆さん本当にありがとうございました。沖縄に帰っていたので、ちょっとなんか本当に自由気ままな配信になってしまったんですけど、はい、どうでしたかね。なんかそのショールームの方と話す機会があって、聞いたらなんか1100人くらい、星とか種か種とかも含めてなんかギフトを投げてたみたいで、そんなの見てくれたんだ。そう教えてくれて、そうなんかイベントしてた時にいっぱい見に来てくれる方がなんか増えてましたよみたいな。1100人以上か、もっとあると思うけど、新しく1100人くらいこのイベント期間でその応援してくれてた人がいますよっていうのを聞いて、こんなにいっぱいの人になんか、まあ、種とかギフトとかカウントとかしてもらえてたんだと思って嬉しく思いました。本当にね、ありがとうございます。今ありがとうございます。いつイベントがあるかっていうのはまだ分からないんですけど、まあ、分かり次第本当に楽しみにしておりますので、本当にありがとうございました。涙が嘘泣きやめて以上ですか？まあそうですね、また何か、 なんか今後に活かせるようなイベントがあれば、まあやりたいなっていうふうに思っているので、まあ今はないんですけど。でも初めてのイベントだったもんね、卒業して。そうですね、本当に初めてのイベントでここまで皆さんが押し上げてくれたので本当にありがとうございました。すっごい声、あとこういうボイスだね、つばさんね、うん、あとゆうちゃんのファンの皆さんもありがとうございました。あのといたなうなとり丼の方も、うなとり丼の丼長でしょ。リラはねリラがねリラがうなとり丼の丼長。そうなの？え、そうだよ。そうなの？そうだよ。うん。ドンチョウって一番上ってこと？そうだよ。もっと愛伝えてちゃう。え？うなとり。ひながうなとりの統括しているドンチョウなんよ。ありがとうございます。ありがとうございます。どういたしまして。そう、みやさん、そう、みやさん。かりゆしムームー制服もう一度。めっちゃ好きじゃん、みんな。かりゆしムームー。カリエシェアって沖縄の会社員が着る服があるんだけど、うん、それを着てやったらなんかめっちゃ好評だった。へ、すごい沖縄。じゃあ次ゆうちゃんどうぞ。はい、そのビスが決まっ、ビスがあるってなってから絶対ビスやるって言ってて、うん、でも日程的に
最初ね、ちょっと日程がずれててたから最終日も行けると思って立候補したんだけど、うん、それこそあのワンセブンライブが入っちゃって、はい、しかもその前に公演が入っちゃってっていう、もう後戻りできなくなっちゃって、いやそう最初どうしようと思ってスタッフさんにも相談したの、やめようかなって立候補しちゃったけど、なんか配信しないで配信しないっていう方法もあるんじゃないって言われたけど、やっぱり立候補したからにはやりたいと思ってやって、まあ朝起きてわりかしお仕事もある中小刻みにやるってのはすごく大変だったけど、うん、配信することは別にきつくもなかったし楽しかったから、すごい濃い1週間が過ごせたなって思います。まあスタッフさんとかいろんな方のおかげで、そのまあそのランクインすることできなかったけど、あの公演中に前代未聞の配信ができて、AKB で唯一公演中に配信をしたっていう、そう、名も残せたので、そう、あと本当に8のいろんなファンの方、いろんなメンバーのファンの方にも支えていただいてっていう感じだったので、本当に支えられて生活生きてるなって感じました。ディランチの皆さんも来てくれてありがとうございましたです。じゃあね、日程さえ変わるってだけで一日あれだった、公演がなかったらね、でも公演も楽しかったからいいんだけど、うん、そう、まあタイミングだったけど、そうですね、でも楽しかったから、タイミングがね、うん、あれだったけど、頑張ったことも、ね、頑張ってたよね、頑張ったと思う。一番辛かったのはさ、うん、配信終わってその公演歌ってお見送りして、ファンの人のお見送りのこの4って数字で涙出たそれは、そう、それはダメだわ。いやでもファンの人も悔しそうで、こう4ってやってて、そうだよねって言って、うん、涙止まんなかったけど、そこが一番泣いたね。なんか今思えばエモかった。この手がどれだけどれだけ涙につながったことかと思って、いや悔しいって思ったけど、まあね、うん、またね、これが次に活かせる機会があるかもしれませんからね、うん、また言うって、競うことあんまり好きじゃないなって、また改めて分かったけど、頑張りたいと思ったけどね。そう、って感じです。またね、何かお互いでイベントがあれば協力しながらまたできたらなと。何でもらって。左の人、アンナさんのしごきで泣いてた人って来たから、左じゃないけどな、安定してるから左になってる、本当に分かんない、どっちだろう、こっち、いや、無視していいよ、楽しかった。まあ、いい一週間でしたね、本当に、うん、きっと何かに繋がるのではないかと思う、私は、うん、繋がるよ、頑張ってたもんね、おめでとう神戸コレクション、うちも神戸って言って行くね、ランディーって言って来ないだろいつ、まだまだ決まってないね、絶対できたと思うけどね、本当だったら今週だった、うん、そっかそっか、神戸、お土産買ってくね、本当に神戸、あ、違う違う、あの神戸、あの大阪じゃなくて神戸だね、兵庫です、おー、山田に会えるじゃん、山田ちゃん、またやりたいことあったらいつでも言って、なんかかっこいいんだけどかっこいい、かっこいいね、ありがとう、神戸いいね、ね、いつもなるのかしら、神戸牛待ってるね超リッチ、一人で神戸に行けることもあるし、うん、新幹線だね、旅ってくるわ、新幹線かな、うん、
くらぐらいするんだろうね。なんか交通費は決まってるんだけど。そうなんだ。うん。え、往復？うん。頑張れ。ゆうちゃんもね。うん？最近本当に見るとさ、仕事の話することが増えてさ、うん、なんかそう、仕事の話するたびに頑張ろうってめっちゃ思う。すごい美優が真面目だからね。美優って言ってるのも聞きない最近もずっと美優で。あと5分、じゃあちょっと先にランキング読んじゃうね。13位町花ちゃん、12位服部ゆな牧場牧場長、うなうなたんたんうなたんたんさん、11位ラピスさん、10位黒毛アントマーク、月と水鏡、しっかりでよき、やっぱゆじじじじじかまんでかまんでやっぱゆじりじは最高さん、9位中心アントマーク、愛知しかかたんさん、8位香港のケーキアットマーク、7レンジアットマーク、ナトリトンさん、7位茨城の大マットマーク、ナトリトンさん、6位新月アットマーク、ナトリトンさん、5位幻さん、4位 TK トンカラットマーク、タイのナトリトンさん、3位ロロさん、2位イナジアットマーク、ユーナの活躍応援しますさん、そして1位が YK アットマーク、ウナキー超可愛かった、シーンさんも投げキッスくださいさん、ありがとうございました。公演来てくれた方も、オンデマで見てくれた方もありがとうございます。また感想ゆっくり聞かせてください。ぜひあの DMM でまた見てくださいね。もうそう、今日の公演いっぱい褒められる。ありがとう。頑張って待ち上げたもんねそう、アイズワンになりきって。明日日テレビ出るよね。今日じゃない、明日か。あ、もうあと3分で誕生日じゃん、あの人の。見てくれてありがとうございました。20歳か、ひーも。20歳だって大人になったね。メールも届いてますか？はい、ゆーちゃんでも20歳か何を今更。何しないと。メール懐かしいリラもたまにメールが来たくなる、マジで。出た、無視されて、ごめんごめん、 LINE 打ってた、 LINE 打ってた。メール書きたくなる、うん、ブログ始めようかなって思う。なんか、うん、日々のことをメールに書いてたからさ、やっぱりいいんじゃない。なんかふとした時にさ、なんか、あ、大事だったなって思う。うんうん、いいんじゃない。また755とは違うしね。うん、そうなんだよね。ブログやってくださいだって。ではおやすみなさい。またね、また明日。バイバーイ。
そう、見れるかしら。